ゴルカ朝は1559年から2008年5月28日まで続いたゴルカ王国及びネパール王国の王朝。ネパール最後の王朝でもある。王家の姓をとってシャハ朝とも呼ばれる。英語読みではグルカ朝と発音される。王はヒンドゥー教徒でビシュヌ人の化身とされてきた。出身カーストはチェトリ。1484年に ラーヤマンラのバクタプル王国からラトナマンラのカトマンズ王国が独立。1619年にシッティナラシンハマンラのパタン王国が独立し、マル・ラチョウは三王国時代に入る。16世紀、ヤショーブラフマ・シャハがカスキ王国を征服した。1559年、ヤショーブラフマの子・ドラビア・シャハがゴルカ王国を確立。当時、ネパールは、 多くの独立した小国に分かれており、ゴルカは24諸国にも数えられないほどの小国であった。詳細は、ネパールの統一を参照プリトビナラヤンシャ派1743年、プリトビナラヤンシャ派がゴルカ王を継承、ネパール統一に乗り出す。1767年のキルティップルの戦い、1768年のカトマンズの戦いで、ネワール族のマラ朝に、 ゴルカ軍が勝利。同年9月、彼は、ネパール王に即位する。1814年、ギルバン・ユッタ・ビィクラム・シャハの治世に、グルカ戦争がネパールと、イギリス東インド会社との間で勃発する。この戦いに敗れたネパールは、1816年、国土の1、3を失う。1846年、ラジェンドラ・ビィクラム・シャハの治世、ゴルカ朝は、 最小のラナ家に実権を奪われ、名ばかりの王家となる。ゴルカ長がその実権を取り戻したのは1951年、トリブバン国王の時のことである亡命先から帰国した後、初めて立憲君主制を採用した。1959年、マヘンドラ国王は憲法を交付して、ネパール初の総選挙を実施。選挙の結果ネパール会議派が退場し、 ビシュエシュワルプラサードコイララ内閣が誕生する。しかし、改革を進めようとする内閣と、権力を維持したい国王は、次第に対立を深め、1960年、マヘンドラ国王は憲法を停止して、内閣、議会を解散、コイララ首相ら政党指導者を逮捕した。1962年、マヘンドラ国王は、政党の禁止などを定めた、新憲法を交付。 パンチャーヤトセイと呼ばれる国王に極めて有利な間接民主制が行われた。また、首相の任命は国王が言った。マヘンドラ国王は1972年1月31日に死去した。同日、マヘンドラ国王の長男のビレンドラが後を継ぎ国王に即位する。1990年民主化運動であるジャナ・アンドランの高まりに押されてビレンドラ国王は 民主的憲法を制定し、直接選挙による国会、国会から選ばれる内閣を復活する。このことにより、ビレンドラは解明的君主として国民の厚い信頼を得た。2001年6月1日、ネパール王族殺害事件により、ビレンドラ国王はじめ多くのシャハ王家の構成員が死亡した。昏睡状態のペンドラ皇太子が数日間についたが死亡し、 おじのギャネンドラが即位した。2005年2月、ギャネンドラ国王は議会を解散し、政府の実権を掌握する。ギャネンドラ国王の申請は、ロクタントラ・アンドランによって2006年4月に終わり、ネパールの君主制とゴルカ朝の命運は、ネパール政権議会に委ねられることが決まった。2007年12月24日、王政は政権議会開会と共に廃止されると発表された。 2008年5月28日、政権議会の第1回会議で、連邦共和制が宣言され、ゴルカ町は滅亡した。ドラビアシャハプールナシャハチャトラシャハラームシャハダンバル、シャハクリシュナシャハルドラシャハプリトビパティシャハナラブーパールシャハ、プリトビナラヤンシャハプリトビナラヤンシャハプラタプシンハ、シャハラナバハドゥルシャハギルバンユタビクラムシャハラジェンドラ、 ビクラムシャハスレンドラビクラムシャハプリトビビールビクラムシャハトリブバンビールビクラムシャハ1951年福井大勢フッコマヘンドラビールビクラムシャハベレンドラビールビクラムシャハディペンドラビールビクラムシャハギャネンドラビールビクラムシャハありがとうございます